We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do? こんにちは、りなです。今回はグレール秋冬コーデ紹介、イエーイ。はい、ということで1個前のグレール大量購入品紹介の動画をまだ見てない方はぜひそちらも見ていただきたいんですけど、1個1個のアイテムのレビューとかはそっちの動画でやってます。で、今回の動画は全身グレールでめっちゃ可愛い秋冬コーデをたくさん組んでいこうと思います。ということで早速やっていきます。スタート。Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. はい、一つ目のコーデはこんな感じです。この、トレンチコートみたいなアウターの下からちらっとこの千鳥柄が見えてるのがめっちゃ可愛くって、この合わせ方も最高で、このアウターは前閉めても着れるんやけど、リナはこのトップスが可愛いからちょっとメインで着たかったので、がっつり前を開けて着てみました。で、ちょっとポイントは、ブーツは黒でももちろんね可愛いと思うねんけど、今回はアイボリーのロングブーツを持ってきてみました。これで結構パキッとした真っ白のブーツとかを持ってきちゃうと結構変に浮いちゃったりするし、あと逆に黒持ってくるとかなり重たくなっちゃうので、このアイボリーがマジでベストすぎる、ほんまに。なので白いブーツを探してる人とかは真っ白よりかはこういうアイボリーがほんまにどのコーデでも合わせやすいし大人っぽく着れるのでめちゃくちゃおすすめ。ちなみにこれはアウターを脱ぐとトップスが半袖なので、なんかちょっと今の季節ってお昼間は暖かかったりするから、昼間はこういう感じでトップス1枚で着るのも可愛いかなと思います。朝とか夕方とかはちょっと寒くなるからこれを羽織るっていうのもあり。ということで次。このね、お気に入りのファーのレザーベストを使ったコーデです。これリバーシブルになっとって、ほんまに裏返して着るとファーベストとしても着れるっていうアイテムなんやけど、個人的にはね、もうこのレザーがたまらなく好きで、このマスタードのニットとの相性がめっちゃいい。ほんまにこれ推しカラーって感じ。これマジニット以外を全部黒で合わせてみました。で、このバッグね、インスタにチラッと載せた時にめちゃくちゃ質問が多かったんやけど、これね、めっちゃ高見えする。そう、グレールで買えるんねん、これが。かわいい。こんな感じでやっぱり秋冬はもうベストって言ったらロングブーツっていう感じで、この合わせがね、もういっちゃんかわいいんちゃうかなって思います。次はこちらの千鳥柄のカーディガンを使ったコーデです。マジでこんなガラガラ のカーディガンなんて着たことなくって。そう、でもめちゃ可愛い。こういう感じでデニムと合わせてあげたらカジュアルに着れるし、短いスカートとロングブーツとっていう感じで合わせてあげたらちょっと韓国の女の子っぽい感じで着れたりもするし、いろんな着方ができるので、カーディガンもね、ほんまにこの秋冬必須アイテムって感じで、このサイズ感がもうほんまにベストやったりな的には。そうそう、もう袖もちょっとこう指先が見えるぐらいの長さやし、お尻もねしっかり隠れるし、一番可愛くなれるサイズ感のカーディガンやなっていう感じです。はい、こんな感じで結構ね明るめのトップスを使ったコーデやねんけど、これのカラー展開もほんまにいっぱいあって、めちゃくちゃ全部可愛かったんやけど、この中でも特にリナが大好きな青をチョイスしてみました。こんな感じでもう個人的には色味が大優勝すぎるコーデです。で、このトップスは結構ね短めやからお腹、おへそとかがっつり見えちゃう丈感やねんけど、こういうハイウエストとか合わせてあげるともうほんまにちょっと手上げた時にチラッと見えるぐらいやから、まあそんなに気にしなくてもいいかなって思います。 I was at the wrong place at the right time. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes.はい、ということでまたね、さっきのこのスカートとロングブーツを使ったコーデやねんけど、今回のコーデはロゴTにこの緑のカーディガンを肩掛けしてみました。
このカーディガンは結構厚みがあってボリューム感がある感じのカーディガンになってます。これね、着てあげてももちろん可愛い。はい、着てみるとこんな感じです。このね、カーディガンも丈が結構短めやからめっちゃ足長効果が出てくれるので最強。やばい、このコーデもめっちゃ好き。もうなんか全部可愛すぎてマジ一番つけられへんぐらい可愛い。はい、このコーデはお気に入りのこのファーベストを使ってちょっとお姉さんっぽい感じのコーデにしてみました。こういう感じでちょっとピタッとした感じのトップス、タートルネックとかあとシアのトップスとかを中に入れてファーベストを着てマーメイドスカートと合わせてあげるっていう、この組み合わせはマジで黄金の組み合わせみたいな。誰でも可愛くなれるし真似しやすいし、あの大人っぽく可愛くなれるって感じのもう神コーデだと思います。でバッグはこれ、これもめちゃお気に入りのグレールのバッグです。これもマジで使いやすい。はい、こんな感じ。このコーデもめっちゃ可愛いで、あ、そうそう、個人的にあの今回の購入品で一押しアイテムがこのスウェットなんやけど、めっちゃめっちゃいいねん。これほんまに可愛いし、もうこのサイズ感がたまらなく可愛いっていうのとマジで合わせやすい。何にでも合わせられる。これはほんまにみんなゲットしてほしいなっていうアイテムで、このシアートップスもね結構使い勝手よくって、もう900円ぐらいやったかな、もうほんまにそれぐらいの値段で買えちゃうんやけど、めっちゃカラー展開もあって何色入れても可愛いと思うんやけど、ちょっと個人的には青を入れるのが好きやったのでまた青って感じやけど青にしてみました。なんか秋冬ってさ、ほんまこういう重ね着みたいなできるから余計に可愛いやんな。はい、やっぱりこのトップスマジ何回見ても可愛い。ちょい癖アイテムみたいなのがめっちゃ好きで、ほんまになんかこうなかなかさあんまり売ってないような感じのデザインとかめっちゃ好き。これまさかグレールで買えるとはっていう感じで、この緑ね、あ、そう、このパンツがマジで神すぎて、この種類のパンツマジで集めたいっていうくらい神がかったわこれI will find a place for us. I will show you where to go. はい、次はねセットアップのコーデです。こんな感じでジャケットとプリーツスカートがねセットになってるんやけど、マジでさセットアイテムってめっちゃお得に感じひん？なんか一緒にも着れるし別々でも着れるからめっちゃ着回しできるし、しかも黒やからマジで使いやすい。でさっきのこのカラーのシアートップスを入れてみました。でバッグはこちらの千鳥柄です。これも可愛い。え、もう可愛いないこのカラーなんか服で柄とか千鳥柄とかは取り入れにくいっていう人とかはこういうバッグとか小物で柄を取り入れてあげるのがまずはねいいかなって思うし、こうさりげなくね取り入れられるから結構簡単にチャレンジしやすいかなって思います。はい、こういう感じでちょっとサングラスだけメゾンスペシャルっていうところのブランドので、ちょっとねグレールじゃないんだけど、このねタートルネックにロングのアウターを合わせてみました。で結構首元が詰まったりとか、あとこれも結構ねあのごつめな感じやったので、こんな感じで後ろはちょっとお団子みたいな感じにして首周りすっきりさせて大人っぽくしてみました。なんかもうほんまにシンプルにタートルネックにデニム合わせて上からこうパッと羽織っただけなんやけど、なんかめっちゃおしゃれになれちゃう。冬って最高じゃない？なんかアウターさ可愛いの羽織っとけばなんかどうにかなるやんそうだからね、アウター選び結構大事やったりするんやけど、黒のアウターとかは絶対1着はゲットしといてほしいねんけど、それにプラスしてこういうカラーのアウターとかを持ってるとよりねおしゃれな幅が広がると思います。うわ、やば、めっちゃ明るくなってきた太陽が。よし、なんか多分この撮影初めて
今までなんか2時間ぐらい撮ってる気がする。2時間ぐらい撮影してる。なんか、あ、この子で可愛い、あ、クレマ可愛い、クレマ可愛いみたいななってたら、なんかいつの間にかこんなにね時間経てたんやけど、もう一生出てくるんちゃうかってぐらいやりたいコーデがありすぎるので、ちょっと今日はこの辺で終わりたいと思います。多分マジで全部ほんまにやりたいコーデみんなに付き合ってもらってたらマジ 1日かかるんちゃうぐらい。まだまだね紹介したいコーデがありすぎるので、ぜひあのインスタとかウェアとか TikTok とか他の SNS にもたくさん載せていこうかなと思います。なのでそちらのフォローもぜひお願いします。この動画が良かったら高評価とコメントとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ということでバイバーイ。